どうも、天んぷらです。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません、まあ。お待たせしてない方もいらっしゃると思いますが、えー、質問コーナーをやっていきたいと思います。いやー、長らくお待たせしましたね。多分6ヶ月ぐらい空いたと思います。まあでも、 概要、チャンネルの概要の方に超不適投稿と書いてあるので、動は許してください。そして質問コーナーと、えー、ご報告とか、あとは謝罪したいことを言いたいと思いますので、そちらも聞いてください。えー、謝罪したいことが、まあ、二つあるんですけど、一つ目は、質問を募集する動画で、 次の動画は質問コーナーの回答になると思うと言ったのにもかかわらず、カッツさんのパロディーを上げてしまったことを非常に、えー、謝罪の気持ちでいっぱいでございます。すいません。そして二つ目がですね、チャンネルの名前を変えすぎているということですね。多分、 もう3回ぐらいチャンネル名を変えたと思います。多分しばらくもう変えないと思います。チャンネル名は。ごちゃごちゃになっちゃうとやっぱり分かりにくくなるので、えー、常に申し訳ございません。それでは質問コーナーやっていきたいと思います。えっと、まず私の名前は、あれですね。天ぷらですね。で、まあ年齢は、えー、ピーです。 そんなところかな。で、えー、はい、質問。自分のいいところを一言で教えてください。私のいいところはですね、いいとこないかもしれません。悲しい。はい、ちょっと思いつかないです。もういいところは。強いて言えば、優しい。えー、イケボーですね。名前の由来を教えてください。あ、イケボーありがとうございます。 名前の由来はですね、僕の友人が考えただけです。顔出しよろしくお願いします。すいません。顔出し怖いんで。えー、YouTube を始めたきっかけなんですかこれはですね、うん。まあ、やっぱ YouTube 好きなんで、やってみたかっただけです。地声ですかそれとも作った声ですか地声です。作るのめんどく、声作るのめちゃめちゃめんどくさいんで、地声でやってます。 私すごく天ぷらさんにはまってます。これからも YouTube 活動頑張ってくださいね。頑張ります。そういうコメントをすごくありがたいのでね。皆さん、そういう褒めた、褒めたとか、あとは頑張,頑張れとか応援のコメントをね、ぜひコメント欄に書いてください。僕のことが好きですっていう人は本当に書いてくれるとモチベーションにつながるので、あとはまあコメントだけでなく、まあコメントもいいんですけど、まあ それと共にできれば高評価とかチャンネル登録とかしてくれるとすごくありがたいです。では、動画を終わりたいと思います。